はいどうも、5の 55TV です。今回はこちら、スーパーメタリックポスター仮面ライダーパート1ということで、今回はこちらを5回回してきたんで、こちらを開封していきたいと思います。こちらなんですけども、各主役ライダーがポスターになってるものじゃないかなと思います。ちょっと僕も中身は見てないんで、わからないんですね。はい。で、まあ表はこんな感じで、まあ、スーパーメタリックポスター仮面ライダーパート1と、ジオードライブオーズ、で、響き、龍起と。で、裏面は、 伝王フォーゼビルド、アギトにブレードかなって感じになっておりますで。多分こちらにラインナップが書いてあるんじゃないかなと思います。ジオウ・ビルド、ドライブフォーゼ、オーズ、伝王響き、ブレードリュウキ、アギトという感じになっております。では開封してみましょうか。では、行きます。せーの、ドン。お <laughs> これ中に書いてあるパターンですね。なるほどね。 まあ一応こんな感じで全10種で、まあ裏に書いてあった通りですね。で、ワンセット約、えっと、英語サイズポスター1枚という感じで、まあ200円と、ジャンボカスって感じになっております。では、せーの、ドンおビルドじゃない <laughs>。めちゃめちゃキラキラしてますね。大体こんな感じ。結構引きで見るとこんな感じのデザインになってますね。はい、1枚目はビルド。 これかっこいいな <laughs>。これが1枚200円なら全然 OK ですね。さあじゃあ2枚目いきましょうか。せーの、ドンからのせーの、ドン。おっ、でんおいいですね。このタイミングででんおはなかなか熱いんじゃないかなと思います。こんな感じ。いいな。これ200円は美味しいな。じゃあちょっと並べましょうか。あ,あ、全然かっこいいわ <laughs>。じゃあ3枚目。 せーのドンからのせーのドンをブレードいいっすね、仮面ライダーブレード。こんな感じ。まあ一応こんな感じで書いてありますね。放送年月が書いてありますね、ちゃんと。開始日から終了、終了の日時も書いてあります。へすごいな。こんな感じ。ちなみに裏は特に何もないって感じです。はい、こんな感じ。で、ここは電王とか、 字を書いてあるって感じですね <laughs>。ちょっとなんかあんまベタベタ触りたくないな書い。書いてありますね。ビルド。書いてありますね。はい、ということで、残りの2つ見ていきましょうか。せーの、ドからのせーの、ドおーずオ <laughs> おーずこんな感じ。かっこいいですね。 めっちゃきらきらしてますからね。これマジ200円 <laughs>。めっちゃいいやん。こちらの放送年月が書いてあります。これは飾っとくだけでかっこいいでしょ。ちょっと電話が俺が見えねえじゃねえかって言われそうやな <laughs>。さあラスト。ラスト一つ。いきましょう。せーのドン。からのせーのドン。オードライブ。ひとっ走り付き合いよ こんな感じで。こちらもちゃんと放送年月が、こちらに書いてあります。はい、ちゃんと書いてあります。はい、こんな感じ <laughs>。これはめちゃくちゃいいんじゃないかな。ちょっと並べたいと思います。はい、ということで、歴代順に並べてみました。いや、これで200円は絶対安いわ <laughs>。っていうくらいめちゃくちゃクオリティが高いですね。これ本当、とりあえずまあパート1でまあ全10種ってことなんで、まあ、おそらくパート2で、 まあ全部出るんじゃないかなとは思うんですけどもこれは全種類ぜひ集めたいなって感じですね <laughs> なんか思ったよりもかっこよかったですね普通になんか質感もいいんですよねうんこれは本当にぜひ全部集めて部屋にバーッと飾ったらめちゃくちゃかっこよくなるんじゃないかなと思いますんでまあもし気になった方はこちらジャンボカードダスって結構こちらはいろんなところに売ってましたんでまあもし見かけで気になったらぜひ1回200円のジャンボカードダスなんで回してみてはどうでしょうか では今回もご視聴ありがとうございました。